ティコは月面の南部に位置するクレーターである。非常に大きく、目立つので双眼鏡程度でも見ることができる。デンマークの天文学者、ティコブラーエにちなんで命名された。周囲は大小様々なクレーターで覆われ、古いクレーターに新しいクレーターが重なっているところもある。また、周りにはいくつかの小さな二次的クレーターができている。 アポロ17号により回収されたサンプルから1億800万年前にできたと推定されている比較的新しいクレーターである。はっきりした外観をしていて古いクレーターに潰されている様子もない。内部は高いアルベドを持ち、太陽が当たると明るく輝いて 1500km にも及ぶ光状を放つ。地球からの反射光だけでもこの光状を見ることができる。 光城を放つティコ中心部から 100km ほど離れた外角のアルベドは低く、ここには影が落ちない。この外角は衝突の際に積もった鉱物からできていると見られている。内壁はだん,だん畑のような形で荒くてほとんど平らな底に向かって次第に下がっていく。そこには岩が溶けた後のような過去の火山活動の痕跡がある。 このクレーターの底の詳細な写真によると、細かいひび割れや小さな丘がたくさんある。中央は周りより 1.6km ほど高くなっており、北東方向にはもう一つの頂上がある。月食の際に行われた赤外線観測によると、気候の温度低下は周りより遅くホットスポットとなっている。これはクレーターを覆っている物質が他とは違うためである。 サーベイヤー7号によって撮影された、キコの様子このクレーターの外縁部は、サーベイヤー7号の着陸地点に選ばれた。この無人探査機は1968年1月に、クレーターの北に無事着陸した。この探査の時に、クレーター表面の化学組成が調べられ、月の海には見られない構造物が発見された。これはアルミニウムに富む、社長席からできていると見積もられた。 またルナオービター5号によってこのクレーターの詳細な写真が撮影された。1950年代から1990年代にかけて NASA の空気力学研究者ディーン・チャップマンらはテクタイトのガツキ原説に関する研究を進展させた。チャップマンらは軌道計算モデルと風洞試験の利用によりオーストラレジアンテクタイツと呼ばれる種類のテクタイトはティコ由来だとする。 この理論を補強した。実際にティコからサンプルが取られるまではこうした可能性を排除することはできない。このクレーターは1645年に出版された月面図に初めて登場した。英語では太鼓とも発音する。ティコのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。